今年こそは YouTube チャンネル始めたいけど、なかなか始められないなっていう方、結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。で、特にですね、機材ですよね。どういったものを揃えたらいいのか、カメラは何がいいのか、レンズは何がいいのか、パソコンは何がいいのかってね、結構わからない人も多いと思います。確かに僕も何揃えたらいいかって最初の頃全然わかんなかったんですけれども、今回はですね、YouTube チャンネルの始め方、機材編ということで、ビデオグラファーの僕がですね、これから YouTube チャンネル始めたいなと思ってる人に向けて、こういった機材を揃えていくとこうスムーズにね YouTube チャンネルスタートできますよっていうお話をしていこうかなと思います。で、特にですね YouTube チャンネルのジャンルとかやりたい表現、視聴者にどういう風に見てほしいかによって、揃えるべき機材とかですね、こだわるところ、お金をかけていくべきところっていうのは変わってくると思いますので、そういうところもね含めて今回ご紹介していきたいなと思います。ちょっとね尺は長くなると思うんですけれども、もう完全保存版になると思いますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいなと思います。大元 TV ではですね、これから映像を作っていきたいなっていうビギナーの方に向けた、機材の紹介とかですね、撮影とか編集の方法なんかもご紹介してますので、まだチャンネル登録してないよっていう方はぜひチャンネル登録して他の動画を見ていただければと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。では YouTube チャンネルの始め方、機材編の必要なもの、一つ目いきましょう。一つ目はカメラです。まあカメラはですね、まあ当たり前だろうと思われるかもしれないんですけども、これもねほんとピンキリなんですよね。上を見ればですね100万円を超えるような機材から、下を見ればですね数万円で買えるものまでピンキリになってます。僕はですねソニーさんのミラーレスカメラを購入して使っておりまして、これはですね α7C っていうカメラで、昨年発売になった結構新しめのモデルです。ただしですね、こういった新しいカメラってこれね、カメラ本体だけで20万円ぐらいして結構するんですよね。なのでこれから始めたいよっていう人、ゼロからスタートしたいよっていう方はですね、型落ちの中古のカメラでも全然 OK だと思います。ここにちょっと古めのカメラがありまして、これ α6500 っていうカメラで、4、5年ぐらい前に発売になったカメラなんですよね。今中古でですね6万円ぐらいで購入できるあのカメラになってまして、本体が6万円ぐらいですね。レンズもですね4万円ぐらいで購入できたりしますので、このセットでまあとりあえず10万円ぐらいあれば映像制作始められますよっていうセットになります。このセットの動画はですね、あの概要欄にリンク貼っておきますので、よかったら見てほしいんですけれども、とりあえずミラーレスカメラで綺麗に映像制作をしていきたいっていう方はこういったカメラを選んでいただいてもいいんじゃないかなと思います。カメラは全然型落ちの中古品でもあの綺麗に撮れるものたくさんありますので、そういったカメラ選んでいただいて最初のねコストをこう抑えていただいても全然 OK だと思います。ただしですね、こういったミラーレスカメラが向かないジャンルの YouTube チャンネルもあると思います。例えば、自転車ですね、自転車で走ってるところを見せたいとかですね、スノーボードしてるところを見せたいようなチャンネルに関しましては、こういったミラーレスカメラだと大きすぎてね上手に撮影できませんので、こういったアクションカメラを使って撮影するのもありかもしれません。 GoPro というアクションカメラなんですけれども、まあこれもね型によって値段違うんですけれども、3万円から5万円ぐらいでね購入できるカメラですので、こういったねカメラを選んで撮影するのも OK かもしれません。もしくはですね、歩きながら街の様子をこう撮っていきたいっていう人はですね、カメラ自体に手ぶれをしないような機能をつけてくれているジンバルっていうね、ジンバルって本当はこういった大きいね機材なんですけれども、ジンバルという手ぶれ補正機能がついた、一体化されたカメラとかもあったりします。これはですねオズモ、ポケットっていうやつですね。で3万円ぐらいかなで購入できるものですので、まあ、こういったカメラであの動画を作ってあげるのもいいかもしれません。ただしですね、先ほどご紹介したミラーレスカメラよりも、こういったアクションカメラや、こういった、オズモポケットのカメラの方がですね、画質に関してはあまり良くなかったりしますので、映像を綺麗に見せたいよっていうチャンネルをやってる人は、こういったね、ミラーレスカメラの方がいいと思います。例えばですね、レシピ系の動画、料理系のチャンネルでですね、イタリアンの、料理をおしゃれに綺麗に見せたいよっていう方は、ミラーレスカメラで撮って、そのね、料理の美味しさを隅々まで綺麗に見せてあげた方がいいと思いますし、アイドルのチャンネルとかでですね、自分の顔を
綺麗に可愛く見せたいよっていう方はやっぱりこういったカメラの方がいいと思います。逆にですね、レシピ系のチャンネルでもその料理のこの綺麗さよりもですね、その作っている人のキャラクターですね、面白いことを喋りながらこう料理してるチャンネルとかも結構あると思うんですけど、僕も好きでね、そういうチャンネル結構見たりするんですけれども、なんだっけな、バッタンバッタンバラライカとかって言いながらこう料理しながら作っていくねチャンネルとかもあるんですけども、そういうチャンネルは、画質優先よりもですね、手軽に撮影できることを優先にして、マイクにこだわって撮影していった方が視聴者の満足度は高くなっていくと思います。マイクに関してはちょっと後でご紹介していきます。でカメラにですね、そんな数万円とか、ましてや10万20万なんてかけられないよっていう方はスマートフォンでも全然 OK です。これでも綺麗に撮影することはできます。ただしですね、スマートフォンにも弱点がありまして、それは夜間の撮影が弱いっていうのと、ボケ感がね、あまり出せないっていう弱点があります。今ですね、僕を撮影しているカメラはですね、比較的ボケ感大きく出せるカメラを撮影してまして、ここの文字とかもう読めないぐらいまでボケてるんじゃないかなと思うんですけれども、例えばスマートフォンを使って撮影するとですね、これ見えますかね。はい、こんな感じになるんですね。ありますかね、見えますか、ここのこれ分かりますか、この文字のところがね、あんまりボケてないと思うんですよね。これがですね、スマートフォンの弱点になってまして、スマートフォンはですね、あんまり大きいボケ感が出せないっていうのと、あとね、ここの室内の環境がもうちょっとね、暗くなってしまうと、画質にですね、映像にすごいね、ノイズが乗ってきちゃって、ちょっとね、汚くなって、撮れてしまいますので、まあそういった弱点はあるよっていうのはご注意いただければと思います。ただし、手軽に撮れるレベルでは、こいつがナンバーワンですので、例えばですね、画質全然気にしなくていいようなチャンネルですね。例えばですね、そのアイドルのチャンネルとかでもですね、綺麗に見せるっていうよりは、その場のリアルな、こう、タイミングのものを、視聴者に届けたい。例えば楽屋裏でバンバンバンって撮影して、素の自分とか素のなんだろう、アイドルのメンバーとかの素顔を見せたいよみたいなチャンネルの場合は、こういったね、手軽に撮影できる機材が重宝されるんじゃないかなと思います。ということで、一つ目からちょっと長くなってしまったんですけども、二つ目いきましょう。二つ目はレンズです。カメラ購入するとセットで必要になってくるのはレンズになります。レンズはですね、その人に向いているレンズ、もう千差万別なんで、一概にこれがいいよっていうのはちょっと言いにくいんですけれども、大きく分けると2種類あります。一つが単焦点レンズ、二つ目がズームレンズです。単焦点レンズはこのね、画角ですね、映ってる広さ、今こっからここぐらいまでですね、この広さがあると思うんですけれども、この広さを変えられないレンズですね。一方ズームレンズに関しましては、こんな感じでズームできたりしますので、この映ってる範囲をですね、広くもできたり狭くもできたり選べるんですね。自分で決めることができます。どっちがいいかは人によって変わってきますので、悩んだ時はコメント欄に、ご相談ください。僕の分かる範囲でお答えしたいと思います。二つ目はレンズですね。これは本当に必要なので、レンズも価格本当30万ぐらいするものから5万円ぐらいで購入できるものまで、もうピンキリなんで、自分に合ったレンズね、ちょっとここでは何がいいよってちょっと言いにくいので、困ったらご相談ください。僕のチャンネルでもソニーさんのカメラにつけるレンズに関してはいろいろレビューしてるので、よかったらねそれも見てみてください。じゃあ3つ目いきましょう。3つ目はですね、 ND フィルターっていうものなんですけれども、 ND フィルターってこういうものでですね、このレンズにつけるサングラスみたいなものですね。でこれがどういう作用をするかっていうのはまた別の動画あるので、そっち見ていただきたいんですけれども、こういったねミラーレスカメラで撮影する人の場合は ND フィルターがないと動画を綺麗に撮影できませんので、必ず ND フィルター購入してください。価格もピンキーで5000円ぐらいで購入できるものから3万円ぐらいのものまでありますので、これはですね、僕のレビュー動画も出てたりしますので、そういうのをちょっといろいろね見てみてもらえればと思います。これ本当に必須なんで絶対購入してください。じゃあ4つ目いきましょう。4つ目は SD カードです。 SD カードなんで必要かっていうと、これ撮影したものを記録するために必要になってきます。ミラーレスカメラで、動画を撮るときもそうですし、アクションカメラで動画を撮るときも SD カードっていうのはね必要になってきます。で、ミラーレスカメラで撮影する場合はですね、僕は大体ですね、こういった
8GB から256GB の容量のものを使っているんですけれども、皆さんにおかれましてはもうちょっとちっちゃいやつでも多分間に合うと思います。 64GB ぐらいのもので、サンディスクっていうメーカーのこのね SD カードが使いやすいんじゃないかなと思います。価格もですね 2,3000円ぐらいで購入できると思いますので、まあ手軽にね結構信頼性の高いメーカーということで、サンディスクの 64GB ぐらいの SD カードを購入するといいと思います。では5つ目いきましょう。5つ目は外付けのハードディスクです。こういうものなんですけれども、これはなんで必要かというと、ここで記録したデータをこっち側に保管しておくために必要になるんですね。いや、パソコンの中にデータ保存しておけばいいじゃんと思われるかもしれないんですけれども、パソコンの中にですねこのデータをですね、蓄積していくとですね、パソコンの動きが遅くなってしまって編集の効率落ちてしまいますので、外付けのハードディスクですね、絶対購入しておいた方がいいと思います。で、これはですねウエスタンデジタルっていうメーカーの 2TB の外付けハードディスクになってます。どのハードディスクがいいかっていうのはですね、また別の動画出してるので、それも概要欄にリンク貼っておくんですけれども、ウエスタンデジタル 2TB で Amazon とかで検索すると出てきますので、まあ多分これでこと足りるんじゃないかなと思います。価格はですね8000円とか9000円とか1万円しないぐらいで購入できると思いますので、ぜひね見てみてください。たくさん動画撮る人はですね、こういった 4TB のものを購入してもいいと思うんですけれども、僕はですね前までこの 2TB のこういったちょっとコンパクトなものを使ってたんですけど、最近はですねたくさん動画撮るので 4TB じゃなくて 6TB のこのね大きいやつ使ってます。ということでね、これも用途によって変わってくるんですけれども、大体このウエスタンデジタルの 2TB のもので足りると思いますので、これ必ず、揃えておいてください。で、6つ目ですね、これに付属して必要なものになってくるんですけれども、こういったねパソコンとこういうものを、コネクトするものですね、コネクターが必要になってきます。で、これはですね SD カードからデータを移すときにも必要になってきますし、まあ、パソコンによってはね必要じゃないよっていうパソコンもあると思うんですけれども、特に Mac 使ってる方はですね SD カードを挿すところなかったりすると思いますので、こういったコネクタは必要になってきます。これも Amazon でですね USB コネクターとかで検索すると出てきますので、まあ何でもいいと思うんですけど、自分が使いやすいものを使ってもらったらいいんじゃないかなと思います。これもね数千円で購入できます。じゃあ次7つ目ですかね。7つ目ですよね、次はマイクです。マイクは絶対こだわった方がいいと思います。これはどんなジャンルの YouTuber の方でもマイクは絶対こだわった方がいいと思います。これなんでかっていうと、視聴者さんはですねこの音声が聞き取りにくいっていうのがね結構ストレスになっちゃったりするんですよね。で、今ね結構僕の音声聞き取りやすいような感じでマイクねセッティングしてるんですね。今ね僕のこの頭のすぐ上にマイクをセッティングしていて、口とマイクの距離を結構近づけてます。で、音をきれいに取るには口とマイクの距離をですね近づけて収録するのがいいんですけど、これ例えばね話すとこんな感じ。どうですか聞き取りやすさ。さっきと比べて全然聞き取りにくいと思います。部屋の反響も入っているし、僕の声もなんだか遠くて聞き取りにくいと思いますので、なるべく口とマイクの距離は近づいて収録すると綺麗に音は取れます。じゃあどういうものがいいかと言いますと、例えばですねこういった部屋の中で収録する場合は部屋の反響音が結構入ってしまいますので、カメラとね僕の口の距離って結構離れてるんですよね。で、そういう場合は部屋の反響音が入っちゃうので、こういったねピンマイク、これ胸元にこうやってつけて収録するんですけど、これだと口とマイクの距離が近いので結構ね声がクリアに聞こえるんですよね。こういった、ピンマイクを使って収録するのもいいんじゃないかなと思います。もしくはですね外で結構静かな環境で収録する場合は、こういったガンマイクですね、こういったものとかを使って収録するといいんじゃないかなと思います。外は反響音があまりないので、こういったね、口とマイクの距離がちょっと離れてるようなカメラにつけて収録するようなガンマイクでも収録結構綺麗に撮れると思います。ただし道路沿いとかで収録するときなんかは、道路のですね車が走ってる音とかもこれでマイクで収音してしまいますので、もしね自分の声をかなりくっきりクリアに聞いてほしいのであれば、こういったピンマイクですね、口とマイクの距離が近いピンマイクをつけるか、
環境音ですね、その道路の音だとちょっとうるさいかもしれないんですけど、例えば周りのこうカフェとかのガヤガヤ音とかも入れながら収録したい場合は、こういったねガンマイクを選んで収録するといいんじゃないかなと思います。カメラについているカメラの内蔵マイクはですね、最近ではクオリティ良くなってきてはいるんですけれども、やっぱりねこういった外付けマイクのその良さ、音の良さにはかないませんので、これは本当に購入して、マイク使ってもらった方がいいと思います。でこのねマイク、ガンマイクも大きさたくさんありまして、これもね比較動画出してるので概要欄にリンク貼っておきます。ロードのこれピンマイクなんですけど、ワイヤレス GO っていうピンマイク、これのレビュー動画も出ているので、それも概要欄に貼っておきます。価格これがね2万円から3万円ぐらいですね。でこれが1万円ぐらい、これが3万円ぐらいと、価格ピンキリなので、自分にね合った用途のものを選んでもらえればいいんじゃないかなと思います。では、次7つ目ですかね、7つ目いきましょう。7つ目はライトです。ライト、これもめちゃめちゃ大事です。さっき紹介したマイクと今紹介するライト、これが映像制作で本当1、2を争うぐらい重要なんですけれども、今ねこの画面内に映ってるライト2つあると思います。ここに1つ、ここに1つで2つあります。さらにですね、画面内に映ってないもの、ここにメインのライトが1つ、ここ明るいの分かりますか、手がほら明るくなってますよね、ここが1つと、こっちにサブのライトが1つあります。でどういうライト使ってるかっていうのは、先日ですねルームツアーの動画出した時に軽くご紹介してるので、そっち見ていただきたいんですけれども、今この収録環境で4つのライト使って収録しています。ただしですね、こういった撮影用のライト、大きさもね結構大きいですし、価格もですね、僕が使ってるメインのライト、これいくらかな、4万円か5万円ぐらいするものなんですけども、結構ね金額もするので、なかなかライトにお金を使えないよとか、置いておく場所はあんまりないんだよっていう人はですね、最強のライトがあります。それは自然光です。自然光が本当に一番綺麗に撮れるんですけれども、ただね自然光を使うのも結構難しくてですね、やっぱり自然のものなので、太陽がですね雲で隠れちゃうと、やっぱりこう全体的に暗くなっちゃったりするんですよね。あとはちょっと天気が変わっていくと、その画面のね色味とかも、黄色っぽくなったり青っぽくなったりして変わっていっちゃったりするので、その辺の難しさはあるんですけれども、やっぱり一番綺麗に撮れるのは自然光です。ちょっとこれ見ていただきたいんですけれども、窓際でちょっとね撮影してみてます。結構ね顔の半分ぐらいがギラッとね太陽光で明るくなっちゃってると思うんですけれども、こういう時はですねレースのカーテンとかがあれば、こうシュッとねレースのカーテンつけてあげれば、光がねふわっと拡散されて、結構ね顔も綺麗に収録できたりしますので、で自然光で収録する場合は太陽の光を直接顔に当てるように、収録するのではなくてですね、光を拡散させるようなレースのカーテンなんかを使って収録してあげると比較的綺麗に撮れると思います。で家のですね向きによっても、午前中の光がいいのか午後の光がいいのかっていうのね結構変わってくると思いますので、自分の家がねどういう日当たりなのかっていうのも考えながらね、トライアンドエラーしながら綺麗に収録できる時間帯を見つけて、なるべくその時間帯に収録していくといいんじゃないかなと思います。じゃあ、必要なもの9つ目いきましょう。9つ目は三脚です。三脚も必要になってくるんですけども、これもねほんとピンキリなんですよね。例えば卓上用のですねこんなちっちゃい三脚から、地面に置く用のこんな大きい三脚まで本当にピンキリになってますが、三脚はですねなるべく使って収録した方がいいと思います。ずっとねこんな感じで手持ちで収録してもいいんですけど、やっぱりね人間なんで、なるべくね固定して撮影しようと思ってもこう呼吸してるんでね、カメラってどうしても動いちゃうんですよね。でカメラの動きって結構ね視聴者さん気になっちゃったりすると思いますので、喋ってる時の動画なんかはなるべくね固定して収録してあげた方が、まあ綺麗に撮れるんじゃないかなと思います。三脚に関しましても、これね1000円か2000円ぐらいで購入できるすごい安いもので、さっきのねこれはですね数万円するものなんでちょっと値段はしますが、こういったね地面に置くような大きめの三脚でも、物によってはですね数千円で購入できるものがあります。5000円とかね6000円で購入できるものもあったりしますので、Amazon でね三脚とかで検索するとたくさん出てくるので、まあどれがいいかね、そのレビューとかの評価見ながらね選んでいただいたらいいんじゃないかなと思います。
では必要なもの10個目いきましょう。10個目はパソコンです。これ本当に大事なんで、パソコンはいいものを購入してほしいなと思います。いいものっていうのはですね、次の、編集ソフトにもちょっとつながってくる話なんですけれども、編集ソフトがサクサク動くスペックのパソコンを購入してほしいなと思います。これですね、編集ソフト何を使うかによってもサクサク動くあのパソコンのスペックっていうのはね、変わってくるんですよね。なので自分が使おうかなと思っている編集ソフトに必要なスペックっていうのは絶対そのホームページに書かれているので、それをチェックして、それがサクサク動くスペックのパソコンを購入してください。パソコンのスペックが低いとですね、例えば、4時間で終わるところを、スペックが低いパソコン使っているがために5時間かかってしまうとするじゃないですか。1時間ロスしてますよね。で、動画を10本作るとこの1時間のロスが10時間になっちゃうんですよね。10時間あったら動画プラスで2本ぐらい作れることになりますので、パソコンのスペック本当に重要です。昔の古いパソコンしかないよっていう方は、新しいパソコンを購入してもらった方が長い目で見るといいんじゃないかなと思います。で、編集自体はですね、 iPhone でもスマートフォンでもできるんですけれども、これも画面がちっちゃい、こんなにちっちゃいので、あの編集の効率はあまり良くないんですよね。やっぱりパソコンの大きい画面でやってもらった方が編集の効率良くなりますので、まあスマートフォンでやるよりは、僕はね、パソコンでサクサクこう時間を短縮しながら編集していった方がいいんじゃないかなと思います。11個目いきましょう。さあ、ここで編集ソフトの話が出てきます。編集ソフトもたくさんあるんですけれども、最近使われているソフトでユーザーが多いもので言うと、プレミアプロ、ファイナルカットプロ10、ダヴィンチリゾルブ、だいたいこの3つが、名前が上がってくるんじゃないかなと思います。で、ユーザーが多い編集ソフトを使うっていうのが僕はね、いいと思ってまして、それなんでかっていうと、 YouTube 上に使い方のチュートリアルたくさんあるんですよね。僕もですね、プレミアプロとダヴィンチリゾルブのチュートリアル YouTube チャンネルに何本か出してます。もしね、使い方に困った時は、プレミアプロ初心者使い方とかですね、プレミアプロエフェクトかけ方みたいな感じで検索するとブワッとね、たくさん出てきます。これね、ユーザー数が少ない編集ソフト使ってしまうと、なかなかね、そういったチュートリアルが出てきにくかったりしますので、なるべくユーザー数の多い編集ソフト使うといいんじゃないかなと思います。具体的には今お話ししたプレミアプロと、ファイナルカットプロ10、ダヴィンチリゾルブがいいと思います。で、さっきのパソコンの話とつながるんですけれども、プレミアプロ、ファイナルカットプロ10、ダヴィンチリゾルブ、これね、3つともですね、必要なパソコンのスペック変わってきます。必要なパソコンのスペックはですね、それぞれのソフトのホームページに書いてあるので、それをね、見ながら、どういったスペックが必要なのかっていうのをチェックしてもらえればいいんじゃないかなと思います。で、特にですね、 Mac 使ってる方はですね、 Final Cut Pro 10との相性が良くてですね、 Final Cut Pro 10は Windows ではね、使えない Mac だけの、あの専用の編集ソフトなんですけれども、 Mac 専用ということでね、 Mac との相性めちゃめちゃいいんですよね。で、最近発売になりました、あのM1 チップっていうね、すごいスペックのそのチップが搭載された MacBook Air とその Final Cut Pro 10組み合わせると、結構低い金額のパソコン、低スペックのパソコンでも Final Cut Pro 10がサクサク動くみたいなので、その組み合わせで使ってあげてもいいかもしれません。 Final Cut Pro 10はですね、35,000円ぐらいかなで買い切りの編集ソフトになってまして、一発でズドンってかかってくるお金は Final Cut Pro 10が一番で、月々こう積み重ねて長く使うんだったらプレミアプロが一番お金がかさんでいくパターンになります。ダヴィンチリゾルブ、有料のものは 35,000円ぐらいで、無料版もあるので、もしかしたら無料版のダヴィンチリゾルブから始めて物足りなくなったら有料版のダヴィンチリゾルブに、購入して切り替えるっていうのもありかもしれません。じゃあ最後12個目いきましょう。12個目が BGM サイトになります。これはさ、 BGM に金かける必要あるの？フリーのやつたくさんあるじゃんと思われるかもしれませんが、フリーの BGM サイトでですね、 BGM 探すのめちゃめちゃ時間かかるんですよね。で、フリーのサイト、僕もね、最初の頃使っていたんですけれども、クオリティがですね、もうピンからキリまでもたくさんありすぎて、自分のこう基準に見合うクオリティの BGM を探すのに本当にめちゃめちゃ時間がかかってました。なので今はですね、
全て有料の BGM サイトから今ね3つかな4つぐらい契約して、そこからね自分の好きなものを選んでいるんですけれども、これもですね映像制作の時間を短縮するっていう観点からですね、僕は有料の BGM サイトを使った方がいいんじゃないかなと思います。で最初はですね、僕がよく使ってるアートリストもしくは、ミュージックベッドですね、このどちらかの、BGM サイトを使うと結構ね自分の好きな感じの BGM 見つけられるんじゃないかなと思います。これもね概要欄にリンク貼っておきますので、僕のリンクから行っていただくと、無料期間もあったりしますので、よかったらねちょっとそこから使ってみてもらえればいいんじゃないかなと思います。BGM もですね、最初の方にお話ししたマイクと一緒で音なんですよね。音これ本当に重要で、 BGM が映像とマッチしていないとですね、映像と BGM ちぐはぐになっちゃって、やっぱりこれもですね映像がその自分の動画が見られない原因になってしまったりしますので、 BGM もしっかりとこだわってですね選んであげた方が、まあ、個人的にはいいんじゃないかなと思います。ということで本日はですね YouTube チャンネルの始め方機材編ということでご紹介していきました。最後の BGM サイトはちょっと機材じゃないかもしれないんですけれども、これも本当にこだわって使ってあげた方がいいと思いますので、ぜひねこの辺も考慮して、これからね楽しい YouTube 人生を送っていただければと思います。 YouTube 本当楽しんで本当に人生変わると思いますので、ぜひね一緒に僕と一緒に YouTube チャンネルねこれから楽しんでいってもらえれば嬉しいなと思います。ということで本日の動画以上になります。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。わかんないことがあったなと、こんなこと教えてほしいなっていうことがあれば、ぜひコメント欄にコメントいただけると嬉しいなと思います。これからですね YouTube チャンネルを立ち上げようと思っている企業さんに向けた、教材ですね、企業 YouTube チャンネルの教科書というものを作りました。機材の選定方法から撮影編集の方法、アナリティクスの見方、企画の考え方まで、網羅した教材になってます。これ見ていただければね、企業さんも、自分のね自社のファンを増やすような YouTube チャンネルの運営ができるようになると思いますので、概要欄にリンク貼っておきます。よかったら見てみてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。したっけね、何分、うわあ、さ、今30分喋ってます。編集して25分ぐらいですかね。最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。子供迎えに行ってきます。